オンワードゼアは、日本の競争馬主な勝倉は、天皇賞、有馬記念。1958年、慶州社少年度代表馬最優秀5歳以上母馬父のマルゼアは、戦時中の能力検定競争で8戦0勝という、両席とは、ほど遠い成績に終わった。だが、引退後主母馬となったマルゼアは、優秀品馬を勝ったフェアマンナと、天皇賞の勝ち馬セルローズを輩出。 当時礼遇されていた内国産種護馬としては優秀な成績を残している。母の時津風はサツキ賞と優秀品馬を勝ち、引退後は東京優秀を勝ったオートキッズを生んだ。これらの競争成績、繁殖成績が認められ1984年、検証馬に選出された名品である。そういうこともあり、オンワードゼアはデビュー時から高い期待を持たれていた。 1956年の年末にデビューしたオンワードゼアは、ダービーバオートキツの弟としての期待に応え一番人気で勝利した。ところが、次戦ブービー敗退のため、3歳児は2戦1勝で終えた。翌年のクラシックシーズンは、春は NHK 杯5着、日本ダービー11着と不本意な結果に終わった。その後、ダートで行われていた箱立記念を勝つと、主戦機種、 日本柳俊夫の旧社会業に伴い天馬やすることとなった。その後も勝ちきれないレースが続くが、不良馬場で行われた菊花賞をラプソデーの2着に抗争すると、暮れの有馬記念でも白地からの2着に入った。小馬になると金牌を優勝し、天皇賞では持ったままで優勝した。日本経済賞でも天皇賞同様にラプソデーを破っている。 その後はやや不審であったが、暮レのアリマ記念では2着クリペロに4馬審査をつけて優勝した。この成績が評価され、京州者少年度代表馬、最優秀5歳以上母馬に選ばれた。6歳になると白地からの後を追うかのように、アメリカ遠征を観光した。しかし、調教中に故障し、レースに出走したのは7歳児の3層だけで、成績は惨憺たるものであった。帰国後は、 タネボバとなるが、内国産種ボバレーグル時代だったために、配合相手に恵まれず、その後、オンワードがイジンガーを排出し、再び注目された。恵まれた繁殖生活ではなかったが、オンワードがもタネボバとなり、マルゼアからの内国産サイヤーラインは3代続くこととなった。2004年7月、JRA ゴールデンジュビリーキャンペーンの名場メモリアル競争として、 オンワードゼアメモリアルが、函館競馬場にて施行された。この日はかつて優勝した函館記念の施行日で、準メイン競争として行われた。ありがとうございます。